あ、髪の毛ですか？髪の毛はですね、なんかすごい写真家の、ところで撮っていただいたんですけども、なんか3パターンぐらい髪型変えていただけて、で最後変えるときに、ちょっとじいちゃんは見に、あ、そうなんですよ、直接は来れなかったので、でもじいちゃんに見せようと思うので、このまま帰りますって言ったら、髪型また新しくやはり作ってくださったんですけど、そうなんですよ、お化粧もそうです、ちょっとなんかやってくださいました、自分でもともとやってたんですけど、それに合わせてちょっと濃いめに やっていただけて、そう、目がアイシャドウがすごいんですよ、めっちゃ青です。 そう、なんかそう、撮影のところによってその目のこの色も変えていただいたりしたんですけど、最後のところではこの青色を 塗っていただきました。そうなんですよ、髪型はこんな編み込んでもらってます、見えますか、編み込みです。この髪型ではだからあんまり、そう、写真はこう必死に見せる 見えましたか、大人よく似合うんですか、やったー、当日の振り袖とはまた違うんですよね、そうなんです、ウィンク できてますか、そう、なんかちょっと場所がなくてちょっとここになってしまったんですけど、そう、下はちょっとバニーちゃんがいるので、ちょっとね、汚、そうなんですよ、ぐしゃぐしゃになったらダメなので、え、見えました髪型、じゃあせっかくなので、ちょっと見えてると思うんですけど、着物をお見せさせていただきたいと思いまーす。アイメイク新鮮って、そう、実はこれ途中からなんですけど、つけまつげも つけていただいて、ここにつけまつげつけないので、なんか新鮮でした、実家なんです。じゃあいきますね、見えますか、ちょっと下がるのでコメントがちょっと読みにくいと思うんですけど、いきたいと思います、じゃあ下がります、まあ座った状態はこんな感じです、髪型はこんな感じで、見えましたかね、これこんな感じです、髪型見えますか、見えますか？後ろこんな感じです。帯見えてますかね？帯。こんな感じでーす。見えましたかね？見えたかな？帯見えました？帯もすごい凝ってくださって、柄はこんな感じで。これも家族のみんなとすごく相談して、決めました。帯見えますか？見えたかな？こんな感じです。見えましたか？見えました？お、見えました？よかったです。帯もすごいですよね。なんか、私もなんか、帯街で見えてました。あ、よかったです。なんと、柄もすごくないですか？ちょっと、こういうオレンジがメインで SKE カラーにしました。めっちゃ悩んだんですけど、これがいいかなと思って SKE カラーにして、でもここにもね、ちゃんと水色と、あとかんざしに水色とピンクで横にゃんカラーも入れております。かんざし。これは持っていって、でもなんか向こうでもなんか髪飾りは用意していただいてて、すっごいいろんな髪飾りを つけていただいて、髪型も、なんかやってみたいなと思ってた、髪型にまでしていただけて、びっくりでした。こにゃんから発見、やったー。 とても綺麗、嬉しい、ありがとうございます。
くとお化粧バッチリなんですよ。おー、吉野さんらしいの最高の美しさ、やった。ありがとうございます。そうですね、なんか今日撮った写真、撮っていただいた写真とかはちょっとなんかまだちょっと時間がなんていうんですか、こうまとめたりこう編集したりするので、なんかそれちょっと時間がかかっちゃうので、はい、まだすぐにはちょっとお見せできないかもなんですけど、その撮っていた写真はお見せできないんですけど、はい、なのでちょっとだけ待っていただきたいですね、すいません。でもお父さんもなんかそうですね、撮ってくれてたので、途中でなんか合間でその写真はもしかしたら早めにお見せさせていただけるかもしれないです。ギャルっぽい編集じゃありません、大丈夫です。そんな感じにはならないと思いますね。でもなんかすごい、うん、個性的な感じ、なんかすごいいろんな、でも可愛いもかっこいいもなんか和風な感じとかいろんな、はい、感じで撮っていただけてすごかったです。はい、10月番組の収録、いや違いますね。成人式の前撮りをしてきました。そうなんですよ、今はちょっと全身をお見せしようと思ったら結構難しくてですね、結構前かがみで低めの体勢で配信しております。あれも年が明けました、明けましたおめでとうございます。あーちょっとまだなんですけど、はい、ちょっと成人式の前撮りで、いやこれは、はい、今回のはこう個人で、はい、撮りに行かせてもらって、そうなんですよ。コスプレです、コスプレなんですかね、コスプレ。着物はどう、コスプレじゃない、んどうなんだろう、いやでも意外とお腹は苦しいと思わないですね、なんか、はい、なんでだろう。ブルーのアイシャドウがいいかも、おー本当ですか。あんまりブルーはしないのですごい新鮮で、そんな嬉しい。でも早く、そうですね、と見ていただきたいです、なんかこの着物なんですけど本当にそのね、なんかなんていうんですか、背景とかこう小道具とか髪型とか髪飾りでだいぶ、はい、雰囲気が全然違う、なんか3パターンぐらい撮っていただいたんですけど、はい、いろんな写真撮ってもらったので早く見ていただきたいです。いや地元の成人式は、いや、はい、多分もうだ、そうですね、ないと、ない、参加しないと思います。でもはい、そうですね、お化粧よくにはもういいですか。はい、でもなんか、はい、ちょっといつもより濃いメイクなんですけど、なんか全然雰囲気変わるなーって思いました。はい、おばあちゃんもなんか違うねって言ってくれて、みんな。特殊なタッチで、着物デザインやってみたいですか。そうですね、でもなんかその着物だけじゃないんですけど、衣装とかもなんかこうデザインしてみたいなって思ったりするので、着物もやってみたいですね。なんか本当着物もすごい迷って、はい、4パターンぐらい迷ってたんですけど、なんかピンク水色のヤパヤンカラーの着物もあって、それでも結構迷ったんですけど、今回はちょっと SK カラーで、でもちゃんとヤパヤンカラーも入れて、なんか大人な感じに、大人なのかな、はい、な感じにして、でもなんか結構その可愛い感じもかっこいい感じのブースでもなんか両方とも似合ったのでよかったなと思ってます。
後ろの髪型こんな感じで見えますか？見えてますかね？見えてますか？ヒートテックは着てないんですよ。はい、意外となんだろう、興奮しているのか。いけましたね。はい、なんか他にもなんかつけ襟みたいなとか手袋とかなんかいろいろ貸してくださったりして、見合いするのって違いますね、成人式です。いやもうヘアピンすごい止めてもらってます。はい、でもアップの髪型にあんまりしたことがなかったので、はい、良かったなって思いますね。あれの CM 行けますか？行けますかね。マジそう、そうですね。え、なんかそう、なんか可愛い感じのブルースではなんていうんですか、そのワフワフそうなんですけど、こう洋風な感じでもこう撮っていただけたりして、そうなんかすごいところだったんですよね。はい、なんかおしゃれな感じでした。なんかそう可愛いブースのところ特になんか乙女でなんか夢可愛くてときめきましたね。はい、アップもいいですかね。なんかあんましないので、はい、新鮮ですね。七五三って童顔だから七五三に見えますよね。いや、成人式の前撮りでございます。準備でも割と結構かかりましたかね。こう着物着るのもすごい凝ってやっていただけて、はい、そうですね、ぐらいだろう、1時間半、2時間はかかってない気がしますね。カメラ目線。はい。あ、触覚がそうですね、巻いていただいたりと、なんかそうですね、なんかファーンみたいな、ファーンってやってる。7歳じゃないです。ん、今日は、寝ますよ。寝ます。さすがに。赤ちゃんみたい。そう、そうなんですよ。あ、そうですね、そう、7歳だからちょっと夜配信できないので。はい、ありがとうございます。あー、この着物は北脇大体のものではなくて、はい、そう、あのインターネットさんでこう調べて、そうレンタルして借りたんです、借りてるんですけど、そういろんな、そういっぱいあるのですごい迷って、でもめっちゃいい着物を選べたなって思います。なんか新作っていうんですか、こう新作でこう手新作の、はい、着物なので、なんか私のサイズに合わせて作ってくださってたりして、そうなんですよ。そうです、成人式の前撮りです。興味が、なんでですかね、あ、白いのかな、白い、なんかいつもより白い気がします。あ、いないかな、13日、ありがとうございます。実は7歳でした。はい、違いますよ、19歳です。はい、着物もサイズあるみたいですね。はい、そう、お題メイトっぽく、ありがとうございます、嬉しい、あー嬉しいです、ありがとうございます。ちょっとすいません、今日はちょっとウォータータイムはなしに、ちょっとすいませんさせていただいていいですか、ちょっとこの後もちょっと用事がすいませんあるので、ウォータータイムはまた明日から、ちょっとすいませんが通わせてください。よろしくお願いします。
奈々さん知ってましたって ですか。すいません、ちょっと急遽だったりオートタイムなかったり申し訳ないんですけど、よろしくお願いします。じゃあせっかくなので、やっぱね来てるし、もう一回最後ちょっと最初先見られてない方もいらっしゃったかもしれないので、最後お見せさせていただきたいと思います。はい、今日はですね、はい、あの七五三ではなく、あの成人式の前撮りをしてきて、はい、そのまま帰ってきたので、ちょっと着物とか髪型をお見せさせていただきたいと思います。はい、髪型は編み込んでいただきました。このはい、他にもいろんな髪型で撮っていただいたんですけど、はい、最後帰ってくるときはこんな感じにしていただいて、ここに横にゃんカラーのかんざしつけております。見てますか。はい、後ろこんな感じです。見えてるのかな、見えてますかね。はい、じゃあ後ろちょっと下がってお見せさせていただきますね。こんな感じです。じゃーん、見えてますか。こんな感じです。こんな感じです。帯もすごいので、帯もこんな帯です。似たかな。はい、こんなです。見えましたか。見えたかな。見えましたかね。どうでしょうか。見えてますか。 SKE カラーです。 SKE カラーのオレンジで今回はしてみました。コニャンカラーも入れつつ、そう、なんかすごい最高ってやった。そう、柄とかもすごいゴージャスで、すごくてこれにしてよかったなと思います。はい、あー、スクショまでありがとうございます。綺麗だよ。あー、ありがとうございます。そうですね、じゃあぜひちょっとまだ、うん、今日撮った写真はすぐにはアップさせていただけないかもしれないんですけど、はい、私ね、あのカメラマンさんに撮っていただいた写真はちょっとやっぱ時間がかかっちゃうんですけど、はい、ちょっとまあ少し待っていただけたらいいなと思います。よろしくお願いします。でもアップさせていただくので、絶対皆さんぜひ見てくださいね。よろしくお願いします。はい、ということで1825人の方もは嬉しい、ありがとうございます。ありがとうございます。じゃあちょっとオートタイムないんですけど、発動はさせていただきたいと思います。どうしようかな、今日は何がいいですかね。どうしよう。わー、しくってありがとうございます。嬉しい。にゃんにゃん、にゃんにゃん、にゃんにゃんがいいですか。あれぎー、あれ、マラソン。すごいことになりそうですね。どうしよう、どうしようかな。あー、じゃあそうですね、見せる感じがいいかな。着物生かした方、そうですね、そういうの、あ、じゃああれでいきたいと思います。ではいきますね、皆さん、横にゃーん、ウィーム、わー、今日は着物を着てるので、からのー晴れ着ー、あー、見えるかな、晴れ着ー、見えてー晴れ着ー、イエーイ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 はい、ちょっと晴れ着ポーズでき、晴れ着着物生かしたポーズできてましたかな。どうだろう。ありがとうございます。はい、嬉しい、1893の方もありがとうございます。でも、はい、皆さんにもこうすぐこう早速お見せさせていただけて嬉しいです。写真もぜひ見てくださいね。
では皆さん、ちょっと今日はここまでにさせていただきたいと思います。急遽でしたが皆さん見に来てくださってありがとうございました。本当にありがとうございます。楽しかったです。皆さん本当にありがとうございました。シャチホコ写真も皆さん待っててくださいね。ありがとうございました。楽しかった。